ろありますけど、いやでも僕ちょっと最近あの歯医者に通ってるんですけど、はいはいはい、歯医者やっぱね、東京の歯医者がねすごいのよ。もう一回なんか話したかもしれないけど、すごい東京の歯医者本当にすごいんですよ。本当にそう、そんな変わるの、その大分とか。全然違う、もう全然、もう全てが違う、本当に全然違う。もう東京の歯医者はもう入ってから出るまでがもう全部ベルトコンベアみたいになってるんですよ。まあそうね、あの入って受付して呼ばれていって帰りも、うん、そうそうだね、そうだね。いやもうそれがもう予想のはるか上を行くわけですよ。え、だから僕はどうしよう、違うの、ウィンって入るじゃないですか。いや、まあ、普通がちょ、僕はもう大分です、生まれ育ったんで、普通は僕の大分の普通ですよ、まあ、ウィーンって入るじゃないですか。で、受付の人に、予約されてますかと、あ、予約してます、診察券もらえます、ね、診察券渡します、で、じゃあちょっとおかけください、待っててくださいって待つわけですよ。うんうん、で、そしたら、なんか先生が手が空いたときに、なんとかさーんって呼ばれて、どずるさーんって呼ばれて、じゃあ奥の部屋に行って座るわけですよ。で、まあなんか先生も、まあ一人で、なんかこう、二人ぐらい患者さん見てるのかな。うんうん、そう、ちょっと見て、うん、ああじゃあレントゲン撮ろっかとか言ったら、また次の患者さんのとこ行って、あ、よくあるよくあるよくある、でまた戻ってきて、じゃあレントゲン撮りましょうとか言って、でレントゲン撮って、あ、ちょっと現像するまで待っててねって、またどっか行って、で戻ってきて、またなんかこう虫歯がだからうんたらかんたらで、じゃ あの治療始めましょうかみたいな感じで、まあ、それで治療が終わりました。また ロビーというか、そこら辺の待合室に待たされて、で会計呼ばれるまで待つと。で、なんとかさんって呼ばれて、またお金を払って出るみたいな。うんうんうん、うん。これがまあ、大分の歯医者ですよ。大分、もう、はいはい。大分はそんな感じ。でも、東京はもう、全然違う。え？東京全然違う？はい。もう、ウィーンって開くじゃないですか。だからもう、まず診察券を渡す。で、僕はもう、いつもの癖で、じゃあ、渡した後に、あの待合室でお待ちくださいって言われるかと思って、座ろうとしたら、座るな。え？もう行け行けと、奥に行けっつって、おうおう、でもう奥に2人待ってるんですよ。もう、え、診察券を渡す、でもそのまま奥の椅子、その治療室がそもそも個室になってて、全部個室、おう、もう個室になってて、でその診察券を渡して、でそのままその足でもう奥まで行って、椅子座らせるわけですよ。そしたらもう治療が始まる。え、でそのそれぞれの個室にモニターがあって、常に自分のだからもう、こう写真とかバッて出てるわけですよ。で前回ここ治療したから、今回はここ治療しますねと。でもう2人つきっきりですわな。いいよ、ギャン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 やるわけですよ。で終わったって思ったら、もうそのままテクテクテクって歩いたら、もう会計なわけですよ。え、でも待合室の意味がない。え、うん、でもいや、それはその感動ですよ。すごいのよ。そこが優秀なだけ？そうそう、なんか大臣とかが行く歯医者じゃないそれ。いや、ね、普通のクリニックですよ。それはすごいクリニック。いや、全然普通のクリニックよ。でもいや、だからもう東京すげえなーって思って。いや、全然まだそこまで。それがなんか待合室の椅子に座らないんですよ。もう本当に。いや全然、いやいや、座るって。座らないし、もう二人も待ってんのよ、女子と歯医者が。へえ、それがすごいな。いや、すごい。だからもう1秒も待ってないんですよ、マジで。もうだから奥の椅子座るや否や、もううがいのコップを渡されるとこまでテンプレ。だからもうベルトコンベヤーに乗ってる気持ちですよ、こっちは。常にもう、はい、診察券出して出す。もう、はい、座って座る。うがいしてうがいする。口開けて、もうそのスピード感だから。それはすごいな。いや、マジ、VIP とかじゃない。本当に普通のクリニック、マジで。だし、もう普通の値段だし、安いし。いや、全自動歯医者機よ。へ、いや、でもすげえ、満足度高いんですよね。そういうのだと、うん。無駄な時間ゼロっすもん。それはでかいな。いや、いいね。いや、いい。だから僕はもう本当、東京の歯医者大満足ですよ。で、帰りに予約して、次の予約をちゃんと入れさせられて、で、はい、帰れと。
まあまあそうね、うん、すごい、はい、いいな先生の感じいいし、うん、目を見て話してくれるしね、そんなにベルトそんなにベルトコンベヤ化されてるのにちゃんと先生は目を見て、うん、目を見て話してくれる、うん、毎回、うん、担当のなんとかですって言って、あ、まあ、目見なくてもいいけど目より歯見ろって、いやだって普通目見ないじゃん、普通さ歯医者の先生ってさ適当じゃん基本、まあまあまあそうだ別にいい歯見てくれりゃいいから、いや目を見て話してくれるから、